シューティングギャラリーは世界のディズニーパークにあるアトラクション。西部劇の射撃を模した射的のアトラクション。パスポートだけでは利用できず、一回一定額が別途必要になる。一般的な射的のような実際に弾を撃つものではなく、ライフルから構成を発射し当たりを判定する仕組みであり、命中させた商品がもらえるわけではない。フロリーダ、東京、パリで、 アトラクション名称や設定が若干異なるが、基本的な構造は同一である。フロンティアランドシューティングエクスポジションは、ライフル型の光線銃を使用した射的タイプのアトラクション。フロンティアランドシューティングアーケードは、ライフル型の光線銃を使用した射的タイプのアトラクション。1850年のアリゾナシュートゥームストームを再現している。ミニチュアの刑務所、ホテル。 銀行、土地などが配置され、標的に当たると動いたり光ったり音が出たりと何らかの反応を示す。フロリダ版はオープン当初はペイント弾を撃っていたが、ほぼ毎晩ターゲットを塗装し直さなければならず、毎年そのためだけに2000ガロンもの塗料を必要としたため、1982年に現在の光線方式に改修された。東京とパリのものはいずれも この回収後の光線銃盤番を導入したもの。ウエスタンランドシューティングギャラリーは、は、敵に向かって銃を撃つ射的タイプのアトラクション。よく縁日にある射的ゲームのような敵にコルクの弾を撃って命中させるようなものではなく、的と銃にセンサーと赤外線がついており、銃から発信された赤外線を、的のセンサーが感知して当たり判定をする。敵に当たると、 その敵に対応した何らかのアクションを見せる。例えばピアノについている敵に当たると勝手に演奏し出すといった感じである。ラスラーラウンドアップシューティングギャラリーはライフル型の光線銃を使用した射的タイプのアトラクション。標的に当たると動いたり光ったり音が出たりと何らかの反応を示す。フロリダ版と同様に屋外の設定となっており円形に見えるミニチュアの小屋や今、 サボテンなどを打つようになっている。この点で東京版よりもオリジナルのフロリダ版に近い内容となっている。ありがとうございます。